電車まだかな。あ、電車が来るよ。燃えていくぜ。わあ、燃えちゃう。メラメラ炎電車が来たよ。きゃあ、電車の中も燃えてるよ。どうしたんだ。早く乗れよ。出発するぞ。発車します。灼熱地獄だ。とりあえず席に座ろう。サロマンザーくんが椅子の上でバーベキューやってる。あ、二人も食べる。メラメラ炎電車に乗ってたら僕たちもバーベキューになっちゃうよ。次の駅で降りよう。駅に到着。ご乗車ありがとうございます。ふう、暑かったね。あ、次の電車が来るよ。ピチャピチャピチャ。きゃあ冷たい。ピチャピチャ水電車が来たよ。わあ、電車の中でお魚が泳いでる。どうしたの。早く乗らないと出発しちゃうよ。発車します。まるで海の中だ。ムームーが溺れてる。よいしょ。それつり革が浮き輪になってる。だ、助かった。ピチャピチャ水電車に乗ってたら溺れちゃうよ。次の駅で降りよう。駅に到着。ご乗車ありがとうございます。溺れちゃうところだったね。あ、次の電車が来るよ。ビリビリビリー。わー、ビリビリする。ビリビリ雷電車が来たよ。きゃあ感電しちゃう。どうしたんだ。早く乗らないと出発するぞ。発車します。きゃあ雷が鳴ってる。ここ空いてるぞ。とりあえず席に座ろう。きゃあビリビリする。ビリビリ椅子だ。椅子は座れないね。釣り革を持とう。ビリビリ釣り革だ。ビリビリトラップだらけ。大丈夫か。ビリビリ雷電車に乗ってたらしびれちゃうよ。もうすぐ駅に着くよ。駅に到着。ご乗車ありがとうございます。ふう、なんとか駅に到着。両者注意。炎水雷のお化け電車に乗っていこう。これでおしまい。秘密の箱庭、ご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。